So, hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Honkai Star Rail. Wie man sehen kann, habe ich mein Profilbild geändert und mein Spielepass ebenfalls. Und meine Luna habe ich inzwischen auf Stufe 70 hochgestuft. Die Spuren ebenfalls ordentlich gelegt, genauso wie die Relikte angepasst. Nun, ich dachte ja, Kafka wäre nach Soul meine stärkste. Aber dann kam sie um die Ecke und ballert ordentlich Damage rein. Dieses Team ist momentan mein Lieblingsteam. Wir haben Silverwolf, wo ja mit ihrer Fähigkeit durchs Hacken quasi die Schwächepunkte der Gegner anpasst. Wir haben ja Kafka mit ihrer spitzen Elektrokraft. Bei Soul, die ist ja von Anfang an dabei mit ihrer Sense. Und ja, nun geht es weiter. Und zwar machen wir das. Mit Server, genau. Die Questreihe mit Server, die Begleitermission, die haben wir ja in den letzten zwei Folgen angefangen und die würde ich auch gerne zu Ende bringen. Wenn schon, denn schon. Dann geht's gut. Dann geht's gut. Wir sind zurück. なるほど. 前線の状況は分かった. もちろん、こっちも休まずに航空から。とにかく今回は本当にお疲れ様。ジェパード10艦のおかげで被害を最小限に抑えることができたわ. Server hat auch geholfen. もちろん、君たちにも感謝しているわ。ちょっと、そんなかしこまらないで。 活躍したのは私以外の2人だよ。私だけだったら、コークの中で死んでたかもしれないし、結構大変だったよね。怪我はしてないかしら、セーバルさん。診察は必要？大丈夫だってば。問題もスムーズに解決できたし。あとはジェパードたちが戻ってくるのを待つだけ。ナターシャさん、ただいま戻りました。 Wo ist Gepard? Das war oder was? Kono Koi wa Jeopardo? Gepard kehrt zurück. Oregu-san mo sudeni Koku no saigai no joukyou wo kakunin shite kuremashita. Nein, das ist eine andere Frau, das da hinten. Ich dachte, es wäre Gepard, weil es von den Haarfarben her gleich aussah. Und da ich mich hier gerade nicht drehen kann. さわぎは問題なく解決して、もう少し話をしたいけど、まだ手当てが終わってない怪我人たちを見る必要がそういえば、診療所に一組の兄弟がいるのだけど、君たちに助けられたって聞いたわよ。時間があるなら彼らの様子を確認してみるといいわ。ナターシャさんの提案に賛成だ。あの兄弟の様子を見に行こう。 いい子だから薬を飲んで。痛くなくなるよ。でも黒い煙が出てるような。Wie geht es euch? あなたたちは大航空で私たちを助けてくれた。皆さんが助けてくれなかったら、おそらく私たち兄弟は今頃何としても恩返しをしますので、すぐに仕事を見つけて
そうすれば。Zögere jetzt nicht, Bescheid zu sagen, wenn ja, genau. 衣食住で困ってることはありません。パパとママはずいぶん前にここから離れたところに行ったんだ。遠いからまだ帰ってきてないんだよ。 OK、 うん、二人はきっとそのうち帰ってくるよ、ジノ。 Ich glaube, sie sind tot, wenn sie schon so sagt. つまり、あんたはずっと一人で弟の面倒を見てるってこと？そんなことありません。姉として当然のことですから。ただ、最近は危ないことが多くて不安になるんです。弟はまだ幼いのに、もし一人で仮想部で生きていくということになってしまったら。前任の大守護者様の決断は、十数年の封鎖を招き、多くの悲劇を生んだ。だが、ブローニャ様の導きのもと、シルバーメインは未だ果たさずにいる責任を背負い、秩序を。シェパード様、命はとても重い。ましてや君は弟の分まで背負っている。知能だったな。うん、シルバーメインのお兄ちゃん。君はまだ幼いから姉さんの庇護が必要で当然だ。だが君が大きくなったら、姉さんが君のためにしたことを決して忘れずに自分の姉さんに頼られる存在になるんだ。もし誰も助けてくれなかったとしても。分かったよ。僕お姉ちゃんをちゃんと守れるようになる。ありがとうございます、シェパード様。ちの、本当に、なんでこんな重たい雰囲気になってるの。今日はここまでにして、二人をちゃんと休ませよ。弟よ、まだ元気はある？少し話がしたいんだ。Okay. Ein Gespräch unter Geschwistern. Na du? Shepard, さっきの話、あんたの本心なの？もちろんだ。それに、一時的な考えなんかじゃない。僕がずっと思っていたことだ。人は常に一人だけで問題に向き合って、葛藤を心の中に秘めたままでいるわけにはいかない。さすがだよ、弟。どういう意味だ。明らかに私に向けた言葉を他人を通して遠回しに言うんだね。私に散々本音を隠してるって言っておきながら、あんただって少しも素直じゃないじゃない。だって、よし、気が変わった。計画変更。私はベロブルグに残る。請求列車には乗らない。シャール姉さん、僕はただ心の重荷を下ろしてほしかっただけだ。ここに残れと強要しているわけではないんだ。安心して、弟よ。これはしっかり考えた上で出した結論だから。まあいいや、考えさせられたと言うべきかな。私はここから離れたいと思っていたけど、それは逃げたいという心理から来ていた。カカリアのことも、家族のいろんなことも、私はいつもややこしい人間。似たような問題に直面するたび、真っ先に逃げていたんだ。で、だってもう私一人で問題に向き合う必要はないんだから。あんたのおかげで仮想部の人たちの状況も目にすることができたし、突然私にまだできることがあるんじゃないかって。ジェパード、それからあんた、最後にもう一つ、二人に。Was gibt es? 私、性格を見に行きたいんだ。カカリアが死んだ場所を見てみたい。わかった。一緒に行こう。お、その前に一度、カラクリ工房に戻ってあるものを取ってきたいんだ。
あんたは先に行って待っててくれない？大丈夫。弟が一緒だから無事にたどり着けるよ。後で会おう。Alles klar. Wenn sie das sagt, dann... Oho, wie müssen wir sie da hoch sogar? Da hat der immer mal einen Hügel auf die geschmissen. Koko, 本当に寒いんだね。 Ist es ja?このデカ物が性格の拘束装置。昔の人はここまで複雑な技術を持っていたんだね。カカリア様はここで亡くなられた。いや、ラスシティ。死に場所を見つけられてよかったじゃないか。gibt es etwas, das du hier tun wolltest?ここに来たのは特別ライブをやるため。この歴史的なショーを二人に見届けてほしいんだ。 Okay. 場所があまり良くない上に不在の数が多めに見てほしい。ステージに上がる時間だ、姉さん。見ろ、カカリア。絶対に目をそらすんじゃないよ。なぜなら私は。Jetzt bin ich mal gespannt. もう、あんたの影の中で生きることはしない。Okay, das war diese eine Szene.Die ich auch mal als Wallpaper hatte. Dora, Nessa. Sukkirista. Yui. Hontoni zannen da. Na dann. Yosh. Yarubeki koto wa zenbu owatta. Futari tomo, arigato. Sutte konya wa.ゲーテのところに行って打ち上げパーティーをしよう。だったら姉さんも。Na dann. Nur ein Kind abgeschlossen. Ach, das war's schon. Serval ist jetzt zum Besuch im Express. Ach, er auch. Ja. Was gibt's?So, jetzt geht's gleich weiter mit Teil 2 oder so. Aber bevor es da reingeht, gehe ich mal kurz zum Salonwagen und schaue mir die beiden mal an. Da ist sie auch schon. Wo ist denn ihr Bruder? Das Haus ist noch nicht anwesend. Wo ist Himiko? Ah.車両の中もかっこいいじゃん。あ、
あそこにちょっとしたステージとか設置できそうじゃない？klar. 冗談だって。Naja, also für dich hätte ich schon gemacht. まあでも、あんたたちが望むなら、いつでもプライベートライブを開いてやるよ。Na, also die Vorstellung nehme ich doch gerne an. ここはソファーも置いてあって、VIP 席にぴったりだしね。Ja gut, das kann man jetzt natürlich falsch verstehen, aber gut, ich freue mich schon auf deine Rock'n'Roll im Weltraum. Honto, 招待してくれたあんたには感謝しないと。今は無理だけど、いつか列車と一緒に旅ができる日を楽しみにしてるよ。Claro. So, einmal abgeschlossen. Was hat denn die Uhrzeit? 16 Minuten. Ja, Schwester, ich mache jetzt aber nicht die Mission weiter, sondern ich fange an mit der Mission. Wieso sind wir sich da nach hinten? Ah, Frage Himitu.Himiko nach ihren Gedanken. Deswegen war Himiko nicht vorne. Was ist denn? Mitsuki-chan, niya-niya schichatte. Nanika tanoshii koto demo atta? Himiko, kiite kiite. Yariiro 6 no daishigosha ga omatsuri no junbi o shiteru rashikute, uchira no koto mo shoutai shite kureta no. Tankou wa ryoyou chuu de doko ni mo ikenai kara. Himiko to uchira no 3人で行かない? Kakariya to tatakatta toki datte.ヒメコはめっちゃ力になってくれたし、きっとブローニャも自分たちを助けてくれた人に会いたがってると思うんだよね。Stimmt, da war ja was, sie war ja damals dabei. ミツキちゃんが元気いっぱいなのはお祭りを楽しみにしていたからなのね。誘ってくれてありがとう。でも少しやらなきゃいけないことがあって、しばらく出かけられそうにないの。大守護者の子にはあんたたちからよろしく伝えてちょうだい。Sprich, es wird dann eine Zweisamkeit. Yariiro 6 での開拓の後は、あんたたち、それから、タンコウが、自らの足で刻んだもの。現地の人たちの感謝の心は、きちんと受け取っておくべきよ。次は絶対に時間を作るから、一緒に行きましょう。なだ。ナビゲーターのスケジュールって、本当にギチギチなんだね。今回はうちら2人で行くしかないか。Naja, das ist doch auch mal was. So, と決まれば、早速部屋に戻って荷物をまとめよう。準備が終わったら、うちのところに来て。Na dann, ab in ihr Zimmer. So richtig reingeswitcht. Heilige Scheiße, sieht das geil aus. Wie so eine Eisprinzessin quasi. ていうかあんたまさかその服しか持ってないの？はや、ist doch cool。まあいっか、一人でも身なりが整ってれば大丈夫でしょう。なら、gibt es auch gibt es die dann später als Dings?Wie nennt sich das? Als Skin-Kleidungsding. Wow. Dore, dore.
パジャマ、湯たんぽ、パムのぬいぐるみ。うん、バッチリ出発しよう。そういえば、荷物まとめるの早かったね。持ってくものとかないの？Ich hab nix. Nur mich selbst. Was? Geschwindigkeitsattribute. nur mich selbst. 確かに、あんたっていつも軽装だもんね。ちょっと待って、まさか寝るときまでその服だったりして？ Naja, also wenn...さっき、ヨウおじちゃんが求めたヤリーロ6の観測記録を見たんだけど、うちらが初めて開拓した時より地表の平均温度がかなり上がってるみたい。Okay. まだ過ごしやすいとは言えないけど、いい方向に向かってるサインだから、グローニャとゼーレきっと喜ぶだろうな。それでどう？出発。Klar. Yay! Lilo Brug, もう一度うちを迎える準備をして待っててね。ヤリーロ6、ベロブルグ。返してもらうよ。吹雪の中で生きてきた人たちってどんな風にお祭りの日を過ごすんだろう。アイスクイーンのアイスクイーン。どの世界のお祭りにも美味しいものがたくさんあるよね。お願い、ベロブルグ、うちの期待に。待って、あそこに立ってる人が着てるの。シルバーメインの制服じゃないみたい。Das sieht aber anders aus. あの黒い制服、もしかしてカンパニーの人？なんでこの星に？EFか？うちの目がかすんでるわけじゃないよね。やけど EFか？スターピースカンパニーのことだよ。ほら、あちこちでシンボルマークを見かけるあのカンパニー。あ、OK。まだ思い出せない？チャーリーが覚えてるよね。あれもカンパニーの製品だし、あとはそう、スターピースラジオも。スターピースラジオ、いや、それは今はいいや。重要なのは、なんで急にカンパニーの人がヤリーロ6に来たのかだもんね。Keine Ahnung, was die hier machen. 仕方ない、こっちから挨拶しよう。大丈夫、カンパニーの人って話しやすい印象があるから。Wenn du das sagst.あんたってスターピースカンパニーの社員さん？それともただのコスプレ？Keine Reaktion. Keine Reaktion. Keine Reaktion. ボス、ストレンジャーを2名発見しました。始末しますか？Was? Shimatsu? Nani, baka no koto itteru no? Ima sugu iku kara soko de jitto shite nasai. Er kommt jetzt. Domo, hajimemashite. Watashi wa Topaz. Das ist ja ein süßer Knabe. Konkai Yarido 6 ni kita no wa.特別な業務があるからなの。OK。私の同僚はちょっと口下手なだけだから気にしないで。びっくりした。軽い気持ちでお祭りに参加しに来たのに、また変なトラブルに巻き込まれるかと思った。あ、そうだ、自己紹介を忘れてた。うちは美月なのか。請求列車の乗客。請求列車は聞いたことあるよね。隣にいるのはうちの仲間で、同じく列車組の一員なの。フレンド。
なるほど。一目で現地人じゃないってことは分かったけど、まさかこんなところで七死人に出会えるなんて奇遇だね。マス、そういえば聞いたことあったの。ヤリードシックスが性格の影響から逃れられたのは開拓の協力があったからだって。もしかして二人が。Das sind wir. Es ist uns eine Ehre. ちょっと関係ない人の前なんだからもっと謙遜して。なあ。まさかここで伝説の人物に会えるなんて本当についてる。ね、カブ。コンティ？コンティネンタル、or what?それにしてもトパーズって若く見えるのにもうカンパニーの管理職についてるの。羨ましいな。とんでもない、ただ運に恵まれただけだよ。業務に追われて銀河を駆け回ってるだけだから楽しい仕事でもないしね。業務の部分を抜けば列車組の仕事とあんまり変わらないね。ヤリードシックスがこんなに早くカンパニーと連絡を取ってビジネスを始めるなんて、さすがブローニャ、仕事が早い。ビジネスの内容は2人が考えてるようなものじゃないかもしれないけど、後半の部分は同感。あの大守護者には確かに都市を治める腕がある。美月さん、さっきベロバルグのお祭りに参加するって言ってたよね。ごめんなさい、私と同僚が時間を取らせちゃって。気にしないで、別に急いでるわけじゃないから。そうだ、トパーズもうちらと一緒に行かない？この雪原は寒いし迷子になりやすいし。心配してくれてありがとう。でも私たちなら大丈夫。私も彼ももし私たちに縁があったらお祭りの会場で再会できるかもね。私の連絡先、仕事中は返信しない主義だから終わったらまた話そう。おお、あっさりカンパニーの管理職の人と連絡先を交換した。Ich bin für ein Projekt mit Wert von 8 Milliarden Credits verantwortlich, but...Klingt eigentlich beides kacke. Uchi mo, zehi oshiete kudasai! Hahaha, ii na. Waki ai ai to shita funiki de udayamashi. Ja, watashi wa saki ni iku kedo, mata doko ka de. Ginga ni matagaru 2つの勢力がこんな風に偶然出会うなんて、運命って不思議だね。さてと、そろそろ町に入ろっか。 Alles klar. Wir geben wirklich ein süßes Paar. Schmetterling im Bauch. 人がいっぱい。記憶の中のベロブログと全然違う。ほら、早く。広場に面白いものとか美味しいものがないか見に行こう。 Okay, ganz schön was los hier in denFestigkeiten. Aber ich würde das auf die nächste Folge verschieben. Und dann ist es hier in dem Fall fürs erste Tabu. Dann switch ich rüber nach Laufu. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss Kowski, bye bye und macht's gut.